串川城は沖縄県糸満式庵具志川原にあった城。城跡は1972年5月15日に国の史跡に指定された。串川城跡は沖縄本島最南端の糸満式庵の海岸段階に立地し、三方を海に囲まれている。城の規模は東西が82から83メートル、南北は33メートル。内陸部から西門を入ると、 一段下がった二の車があり、広場を挟んで、会場に、半島上に突き出す一の車がある。一の車が、グスクの主角で、建造物の跡が確認されている。二の車には、ヒーフチミー、または、スーフチミーと呼ばれる穴があり、海岸へ通じている。正門には、霧石を用いた痕跡が残っている。クメジマグシカ紛利吸気によれば、 久米島の串川城城主、マガネコエアジが、意識作アジの次男、マサミフルダルアジに攻められて、本島のこの地に逃れ、同盟の串川城を築いたと伝承されている。発掘調査では、政治、白寺などの中国政党時期が出土しており、12世紀後半から15世紀中頃まで、本城跡は、グスクの機能を果たしていたと考えられる。糸満市では、 国と県の補助により2000年度から本庄跡の保存修理事業を進めている。2014年度も継続中である。ありがとうございます。